はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。ちょっと疲れてるんですか。なんで疲れてんやろとよく分かりませんがあれですね、もう皆さん今パソコンに向かうお仕事は大半だと思うんですけども、私もそうです。まあ、今はカメラに向かってますけど、ここにパソコン置いてあるしね。で、どうでしょうね、この10年で何代目かになる、何代目 4,5 代目ぐらいになるんですけど、一番最初のね Windows 7っていうのを、一番最初でもないんですけど2番目かな、 Windows 7やったんですけど、あの頃が一番使いやすくて、あ、まだありますけどね、そこにね、その後8になってね、8を仕方なく使ったんですけど、ものすごい使いにくいですね。ほんですぐおかしくなるし、ほんで今10でしょ、10になったんですけど、使いよくなったかというと8より多少マシかなというのはありますけど、別に際立っていいというわけでもなくってですね、いつも不思議でしゃあないんですけどね、なんで毎回ねこうやり方を変えてくるんでしょうね。例えばコンピューターというところにアクセスしたいのに、どこにあるかわからへんやんという、いや単純に設定を見たいとかシステムを見たいっていうのはあるでしょ、皆さんも。そこに行かんとね解決できひんもんね、まあ、出てくるわけですよ。なんでそこがね分かりにくくするのかなというのがねよう分からんし、大体ねいっぱいこれソフト載ってますけどね、僕みたいな人間ねもう 95% ぐらい使いませんよ、ほんまに。そんなオフィスを使ってたらほぼ日常の仕事できるし、オフィスとそのねあれですね、あのクロームですね、使うね、ほぼ日常なんですよ。でも別に他のソフト使わへん、なんでそれをゴテゴテいっぱいあって、もう一回も開いたこともない、使おうとも思わないようなソフトがいっぱいある。その人によっては使うのが分からんけどね、ほんなら基本的にね無料ソフトにして使いたい人がダウンロードできるようにしといたらええんちゃうのと、ここにわざわざ載せる必要ないやんと思うんですよ。 あとパワーディレクター使いますね、私は動画で。それをね最初からゴテゴテしてね、んでどこに何があるのかようわからん、毎回そのどこに何を置くのかって変わるでしょ、やり方も変わるし言葉まで変わってるやん、お前らええ加減にせえよって思うんですよね。なんでわざわざね分かりにくくしてるんやろうという、それがようわからん。でいつもこのねコンピューター関係の方が来るとね、その愚痴をギャ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 言うんですけど、大体皆さんおっしゃるのはね、Mac にしなさいっていう。Mac 高いやん。それよう分かります。まあ、うち昔デザインをやってたんでね、グラフィックデザインやってたんで、うちの会社には、Mac がわーっといっぱい置いてあって、各社員さんに1人1台はあって、で、あれですね、プリンター用に1台とかあって、で私がたまに使うのが1台あってとかいう、そういう構成で7、8台はあったんちゃうのかな。で1人頭はだいたい最初の頃で5、60万、最後の方で2、30万かかってんじゃないですか、Mac に1台入れるのが。で他にな、ね、あるプリンター、僕らグラフィックデザインですからね、プリンター200万とか300万するの入れな、もっとしたのかな。一番最初の投資は600万ぐらいしたような気がしますよ。もう20何年前ですけど、えらいかかったなという気で、あれね腹立つこと2、3年だったら買えなかったですね。ほんまに。でソフトもね、あれですよね、1台に1つのソフトって原則ですからね、あれね。で初めの頃は書体とか言っていっぱい買わされましたよ、あれ。まあ、だからね、あんまりね、Mac に対してね、こう、なんと言いますかね、Mac と Adobe に対してはね、あんまりいい感触は持ってないんですよ。Windows の方が安くてええやんと思って。で最初の頃、私がもう、なんていうか、デザインを受けなくなった頃は、もう Mac 買わなくていいわけですから、置いてある Mac と、この Windows でやったんですけど、ただ Mac の方がね、早いし、使えねえし、画面でかいし、よかったんですけど、だんだんこっちに慣れてきたら、もうこっちなんですね。で、Windows 7を使ってる時はね、まだ良かったんですよ。
ええやん、これ面白いやんって、面白いっていうか、まあ使いやすいやんって、分かりやすいしって思って、ああ、もともと Mac の Windows なんですけどね。で、それは Mac と違うけども、Office との相性がいいですよね、Windows の方が。Mac で Office 使うと、ちょっとちゃうんですよね。今はどうか知りませんよ。今はどうか知りませんけど。そしたら、そのね、7がおかしくなって、8を入れた頃からね、本当にイライラするんですよね、これ。ほんまに。変えんなよ、わざわざと思って。で、8がなんか自動的に10になったりしたでしょ。あの時ね、8でトラブルが続きで、何トラブルって言うの、あんたの自動更新するでしょ、中身を更新した途端にね、全部のメールのね、あのデータが消えたりするんですよ。お前らええ加減にしてえと思ってなんでね、最新に更新したらね、この自分の僕のデータが消えなあかんのと思って、ほんでもう更新止めたんですよ。更新止めてね、2、3年経ったらだんだん上昇になってきて、ほんでやっぱそれ更新しなあきませんよって言われて、で更新してもうしばらくは動くんですけど、また調子悪くなるわけですね。なんなんこれと思って、でまあ次から次へと買い替えるんですけど、もうこれね、こうわざとですかって言いたくなるんですね。わざとね、使いにくくしてるんちゃうの君たちはという、そんな余計なもいらんやんと。欲しい人は無料でね、ネットでダウンロードできるようにしたらええやんと。俺らいらんねんって、基本だけでええねんって。そういうの出してほしいなと思って、年寄り向けにね。もうネットとメールと、あれですね、ネットとメールと、なんや、Windows Java が Office ぐらいでええわっていう、そういうの出してんの頼むわっていう。で、他はね、余計でも載せんとね、ガンガン早く動くっていうのはちょうどいいんですよ。僕はね、パワーディレクター入れてますから、まあこれちょっとだけ重いですけど、もうそれでええんやん。その他のは、なんやかんやで、まあ、LINE 使いますね、LINE。あ、スカイプも使いますね。Zoom も使うか。まあ、結構使ってるのか。まあ、でも、それくらいそんな大したことないでしょ。まあ、でもね、これね、ほんまにね、カナンは、ほんまにたまりませんよ。で、まあ、ちょっとええの入れたんですけど、1年弱でね、な動きが悪くなってきて、な大したことしてないのにね、動画撮ってるだけなんですけど、動画撮ってるのは大したことやって言われそうですけど、まあね、もういいよ、もうこれまたどうせこれも調子悪なんやろうなと思ったら嫌やね。もうね、あのメールソフトがね、昔はアウトルックってやってたでしょ、まあ、最新のアウトルックもありますけどね、このメールソフトの使い勝手の悪さって何なんこれって。Windows Live、Windows メールとかも昔あって使ってて、で、Windows Live メールっていうの使ってて、もうそれも全部切れて、で、いつの間にか使いにくくなって使えんのって。なんやねん、これ、と思って。ちょっとさ、ちゃんとその継承していってね、古いのも使えるようにしてえな、という。なんかこれ、このね、どう言いましょうね、あんまり消費者重視ではないですね、こういうのってね。別に。新しい変えたいってのは分かるけど、わざわざね、見てくれまで変えんでもいいんですよ。前のに使い慣れてるんやから。なんなんこれはっていう。わざと、本当にわざとやってるんですかって。わざと僕らね、年寄りを困らせるためにね、やってるんちゃうのと。これが信じられないですね。我々、僕みたいな、マンション市場を見る人間にとってはね、よく言うんですけどね、スーモというサイトなんですね、リクルートがやってる。これが使い勝手悪い。むちゃくちゃ悪いと思うんですよ。知りたいことが何も分からへんって。ほいで、もうちょっと触ってたらすぐヒェって変なとこ行ったりするんですね。ほいで、探したい、うまくその枠で探せないわけですよ。どこどこ遠征を何人行けないか、そんなん誰でもできるでしょ。そんなん地方でね、大規模マンションで千葉県内とかで探せないんですよ。ほんまに、マジですよ。あれはほいで同じ情報が何回も出てくるからイライラするんですよ、ずっとロールでしていくと。なんでわざわざあそこまでね、分かりにくくしてるんでしょうね。なんか僕、数本しか乗ってないね、マンションで、もうそこに行ったら、ザーッと一番下まで行って、オフィシャルページを押すんですよ。その方がね、ストレスがない。数本で探してたら、もうイライラするんですよね。まあそれと同じですね。まあやってはる人は一生懸命なんで、これ良かれと思ってやってるのも分からんけど、使い勝手むちゃくちゃ悪いやんって、この Windows。 Windows に変わるね、
ものでね、こう Mac よりもね安いもん誰か出してくれへんかなっていう、ほんまに乗り換えるわほんまに。それでもうこれ独占させるとやっぱり良くないですね、産業というのはね。もうそうやって日々ね、こうムカ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 しながらね仕事をしているという愚痴話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。